国の映画監督カリフォルニア州フリーモント出身。漫画を読んで映画制作者を志し、高校卒業後はディアンザカレッジに進学する。美術スタッフとしてゴジラメインブラックやインデペンデンスデーなどのアメリカ映画界に参加。その一方、インテルやプレイステーションの CM やベガデスやルーファスウェインライトなどの PV も手掛けている。 2003年公開のアンダーワールドで映画初監督。同作品が5000万ドルを超えるヒットとなり、2006年、2009年、2012年に続編が制作された。2007年公開のダイハード4.0では、シリーズ全作品のジョン・マクレーンのセリフをすべて覚えている。と公言しており、子供の頃からの熱烈なファンであったという。本作は、 全米国内と全世界トータルの興行収入でシリーズ最高額を記録した。私生活では初監督作品となったアンダーワールドが縁となり、主演のケイト・ベッキンセールと2004年5月9日に結婚。しかし2016年に離婚を申請した。ありがとうございます。